徳川家康ゆかりの地、浜松で徳川家に伝わ、資料を展示する施設の整備が計画されていい。NHK 大河ドラマ、どうする家康の放送に合わせて、松城公園、浜松市中区の隣に建設した大川戸、魔館を放送終了後も引き続き利用して整備る。市は、大学教授ら委員5人による、検討委員会、設けて、資料の活用や、 整備方針の議論をはじめ、山田秀幸、大河ドラマ館や駐車場などの関連、説は、放送終了までの期間限定で使う仮設立て、として建設された。放送終了後は解体、撤去す、予定だった。残り702文字、全文929文字ご登録から一かまは99円。